ジョージアドームは、アメリカ合衆国のジョージア州アトランタにあったドーム型スタジアム。アトランタファルコンズの本拠地として利用されるほか、カレッジフットボールでもサウスイースタンカンファレンスのチャンピオンシップゲームやチックフィラボールでも利用される。またフィリップスアリーナが完成するまでの間、1997年から1999年までの2シーズン。 NBA のアトランタホークスの本拠地でもあった。1996年アトランタオリンピックでは、バスケットボール、ハンドボール、体操競技が行われた。スーパーボールは1994年の第28回と2000年の第34回の2回開催されており、NCWA トーナメントの準決勝、決勝は2002年、2007年、2013年に、ここで行われた。 また2003年には NCWA 女子バスケットボールトーナメントの準決勝、決勝が開催されている。カレッジバスケットボールのサウスイースタンカンファレンス、アトランティックコーストカンファレンスのチャンピオンシップゲームも何回か行われている。2008年3月14日にアトランタ市を襲った竜巻によって屋根が損傷し2カ所に穴が開いた。当時、ドーム内では サウスイースタンカンファレンス男子バスケットボール選手権大会が行われていた。アラバマ大学対ミシシッピ州立大学の試合は64分間中断し、その後に予定されていた試合は翌日に延期され、会場もジョージア工科大学のアレクサンダーメモリアルコロシアムに変更された。 プロレスの興行にもたびたび利用されており、アトランタを地元としていた WCW は1997年から1999年までの間に何度も興行を行い、中でも1998年には WCW の絶頂期を象徴すると言われるビル・ゴールドバーグとハルク・ホーガンの試合が行われた大会は、 WCW 史上最高となる4万1412人を記録している。また、WWE も RAW イズ w ォートで何度も興行を行っており、2011年には年会最大の大会であるレッスルマニア XY が開催され、同会場のエンタメーテインメントイベントにおける最多動員を記録した。2006年1月2日には、 ハリケーンカトリーナの被害を受けて使用できなくなっていたルイジアナ州ニューオーリンズにあるルイジアナスーパードームの代替会場としてシュガーボールも行われたこの時は4日間のうちに2つのボールゲームファルコンズの試合が開催された効果もあり期間中に行われたホークスの試合では62046人が詰めかけ NBA の1試合あたり入場者数記録となっている バックストリートボーイズ、インシンクのコンサートが行われたこともある。2010年11月11日、NFL コミッショナーのロジャーグッテルは、アトランタがスーパーボールを招致するには、新スタジアム建設が不可欠と見解を示している。2014年5月に、南側隣接地で、新スタジアム、メルセデス・ベンツ・スタジアムの建設工事が2017年3月の、 完成を目指して開始された。完成後ジョージアドームは2017年11月に爆破解体されて駐車場になる。ドームで開催されたアメリカンフットボールのキックオフは勝利したチーム建設費2億1400万ドルをかけて1992年に完成した。キャパシティはアメリカンフットボールの場合7万1228人。 コンサートでは7万5千人、バスケットボールでは最大5万3千人、体操競技では4万人を収容可能となっている。ドームの面積は3万7千2百平方メートル、高さは82.5メートル、長さは227メートル、幅は185メートル、ドーム内床面積は9千490平方メートルとなっている。会場当時は、 1999年の大晦日にイギリスロンドンにミレニアムドームが開場されるまで世界最大のドーム構造を持つ建築物だったがケーブルで屋根を支える構造のドームに限れば今なお世界最大である。屋根には軽量で耐久性に優れたテフロン加工のガラス繊維膜を使用している。ありがとうございます。